お疲れ様です福島の汚染水処理水っていうものが海洋放出されたのが今月の24日ついつい34日前のことなんですけどもこれに対してね安全だというふうに言ってる人といや不安だよって言ってる人の2種類がいるんですよねで安全だと言ってる人は、まあ、いろんな過去のデータとか現象を見てあこれだったら大丈夫っていうふうに、まあ、頭で解釈してるんだと思うんですよでも不安だと思う方は、まあ、気持ちがね不安なんですよね なんかその難しい理屈はさておいてなんとなく気持ち悪いんですよみたいなねで人間って感情があるんで不安な感情ってなくならないんですよいくら理屈を詰め込まれてもねそれこそ食べずに動けば痩せるよって言われても食べたいっていう感情があったり動きたくないっていう感情があるからダイエットって失敗すると思うんですよねだからねあの多くの人は感情に振り回されていくってことを前提に考えていくときにそこに配慮ができるのはやっぱり人間なのかなと思うんですよ ただ AI っていうのはシンプルにロジカルな回答を寄せてくれるんですけども、いや、そんなの分かってるけど、だから人間の感情がね、分かってないなっていうふうに捉えられると思うんですよ。あれじゃないですか。人に相談したいっていうのは自分の気持ちを組んでくれるっていうふうに思うから、もしくは自分の気持ちを組んだ上で、なお厳しいことを言ってくれるからっていう信頼関係があるからですよね。質問が来たりとかするなんて。うん。だから商品がなんで売れるかっていうと、 自分にに合っった付加価値のの提供がこの人にはあるるなって判断するからだと思うんですよだから世の中にはいろんなね優れた技術を持ってる人がいますけどもなんで A さんじゃなくて B さんなのっていうと A さんでも技術的には同じなんですよね。B さんでも技術的には同じ。でも B さんの方がより自分に近い馴染みのある人だからっていう、まあ、感情が最後のものを言うんじゃないかなと。 だから感情をはっきりと表現することっていうのはそのまんまその人の付加価値なんだろうなと思いますけどね。それじゃあ